ボリンダー・ムンクテルは、スウェーデンのエスキルス・テューナで1932年に、機械製造のボリンダーとムンクテルが合併して、設立されたトラクターと機械の製造会社である。ボリンダーは1920年代には、全世界の80%のシェアを持っていた、船舶用エンジンの大メーカーであった。1950年代のボリンダー・ムンクテル製、トラクター、 BM35 ボリンダームンクテルは1950年にボルボ社の傘下に入り、1973年に社名がボルボ BM に変更され1995年にはボルボ建設機械となった。ボリンダームンクテルの製品は時代によって変遷し20世紀の初めまでは脱穀機のような農業機械が製品の重要な地位を占めていた。 トラクターの生産は1913年の30から40型から始まり、1970年代まで主要製品であり、その耐久性で比類ない評判を得た。第二次世界大戦中にボリンダー・ムンクテルは、スウェーデン当局の要請により、ダイムラー・ベンツ DB601 航空エンジンのライセンス生産を行った。エスキルス・テュナの完全地下工場はこのエンジン工場を、 収容するために建設された。1950年代から新しい建設機械と林業機械の分野の製品が製造されるようになり、当初それらはトラクターのシャーシを元にしていた。間もなく建設機械は主要な製品群となり今日まで続いている。1960年代に開発され現在も生産されているのはホイールローダーと間接式ダンプトラックである。 期限は1832年にエスキルステューナで設立された機械製造のムンクテル機械工場と1845年ストックホルムで設立された J&CG ボリンダー機械工場に遡る。1950年に主要株主であったハンデルス銀行が所有株をボルボに売却したことによりボルボの子会社となった。 ありがとうございます。